マリオパーティー8をやります。8ですね。うん。懐かしいですね。どこがいいかね。ホテルのオーナーになってスターを増やすステージ。ちょっと頭使いそうじゃない？いいじゃん。のこのこの街ってこと？のこのこのハッピータウンですから。まあ、そういうこと、ね、あ、のこのこすごい、なんかそういうのがあるんだ。町長なんだね。あ、ほらさ、税金徴収してたじゃん、昔。のこのこバンクとか言って。あれでお金貯めたんだよ、多分。あー、これね。え、覚えてんの？なんか、コインを入れた数、たら、なんかこの、スターがもらえるみたいな。やべ、全然覚えてない。塗り替えられるんだよ、それ。多くのコインを収めれば収めるほど。あ、そういうこと？うん。結構頭使うと思う。ステージの説明を聞きません。ちょっと私覚えてないんだよ。あーよし、あ、右にも。あー、マジ？チャンスに負けると思わなかった、今。絶対2番だと思ってた。2番が私。ちゃんあさ、テレサです。3番は、キャンミカがゲストです。キャンミカゲストですね、今回。こうやって見るとゲストも可愛いよね。キャンミカガボンだったり、チョロップだったり、ちょっと、敵のキャラやりますね。マイナーな。可愛いじゃん。可愛いよ。あれじゃ可愛いキャラしか選んでないよ、ちゃんと。なるほど。うん、1番にたどり着くから1コインでオーナーになれるけど、うん、次に来た人が2コインを収めたら、その人のものになる。あー、なるほどね。そう。で、でっかいホテルがあるんだよ、たまに。うん、それは、二つ星のホテルだと、うん、そのオーナーになったら二つ分なの、スター。あ、スター二つもらえるみたいな。でかいホテルほど多くのコインをこう投じるのがコツというか。うん、あ、ありがとうね。そんな戦略を。だってフェアじゃないからね。なるほどね。うん、説明聞けばよかったんだけど。そうなんだよね。聞いてくれないから。ゲストスタート。一番私不安なのがさ、うん。陸で大丈夫かな、ゲストっていう。あ、大丈夫だよ。陸へ浮いてる時あるから。そうなの？マリオ2だと、ブラザーズの。え、なんか飴もらった、やった。何それ？うん。買う？買うよ。もう全、え、これ。あと1コインで入れます。10コイン入れます。マジで？うん。もっといいホテルがあるかもしれんのに？いや、とりあえず10でいいでしょ。まあ、これで取れないもんね。うん、このホテルは。結構、おもろいよな、これ。これ、いろんなステージで、この特徴いろんなのがあるってことだよね。うん。え？チョロップのステージって今まで会ったことある？チョロップのステージはないんじゃない？ああ、そうなんだ。お目にかかったことないですね。そうだよねー。うん、でも、プレイヤブルキャラに選ばれたから、スーパーマリオパーティー。でも、ヘイホーはだってさ、ステージも持っててさ、キャラにもなっててさ。あ、出てないのある。うん。いいなぁ、なんか。ヘイホーはね、人気ですから。バンバンスタジアム。覚えてる？ベビーバンバンバンか？わぁ、世代だね。ルール。横に持ったのね。ライバルに弾を当てよう。30秒です。え、どうやってやってるか教えて。操作操作。全身、左右後頭、うわ、そういうことね。ああ、そういうことか。傾けか、ね、弾打つときだっけ。傾けか、これ、Wii 特有の。おもろいよな。え、ちゃんと前見てる、テレサ。上向いてる、ね。俺どこ、よし。ほら、ほら、ほら。ほら、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 ルイージー。え、どこ行った？うわ、誰にやられてんだ、私。傾けむずい、これ。なんか、めっちゃ緑の放射線が。緑の熱線を食らってるんだが、俺。あれ、いない。どうだ？よ、あ、負けてるー！くっそ！やりました。私。あ、ゲスト。もう泣きからびたわ。ほら、水が足りないせいだよ。水が足りないせいです、すべては。なるほどね。あ、マジで？うわ、ミスったー。これミスったね。いやいや、まだまだ。でもだってさ、あ、でも13コイン以上収めないとだよね。うん。私が10入れたから。意外と高校の方がいいかもしれないね、これ。でも、その分高く入れなきゃいけない。入れんの？あ、入れた。
あ、13入れた。っていうことはマリオは取れないんだ。今、チャンスがあるの、テイサだけに、うん。いや、俺は買わないよ、この。え、買わないの？うん。あ、待って、そういうことか。ごめん、間違えてたかも。ん？コインを入れれば入れるほど、でかいホテルになるのかもしれない。おい、じゃあ私意味ないやんけ、13も入れたの。間違えたかね。累計？累計だよね。累計で20枚いったから、今2つになったんだよね。そうだね。っていうことは30枚いったら、3つになるかな。うん。累計って1人でか。いや、マリオだって今入れたら、なったから。うん、じゃあ買おうかな。20にすっか。21、あー、20で。テレサマーク。全員のお金が集まってるほど、でっかいホテルになる説ある？あ、でも、スター3つにならない。うわ、何個なんだ、スター3つになる枚数って。30？ 今30いったじゃん、だって、累計で。ってことは50かな。1人が納めるコインが30とか、じゃない？ん？でもさすがに多いか、それだと。うん。いや、だから50とかじゃない。マジで。ああ！ゼロゼロよ。ホテルもなくして、コインもなくした。やっぱ陸はダメだな。いや、陸。マリオ様は？お金ないもん。あ、もらえないけど、とりあえず入れとくわって感じ？そうな、何のためにやるんだろう。まあ、次来た時に、だと思うけど。あ！おい、何育ててんだよ！ 50 枚だ。やっぱ50なんだ。いやー、ありがとうございます。何育ててんだよ。死守しないとね、ここ。ほんとだよ。結構これ、戦略ゲーじゃない？あんたラッキーだねって。あんたとか言うんだ。行くぜ。うわ、左ハンドルだよ。え、どこどこ、なんか曲がり方雑じゃない？ウィンカー出し、ちゃんと。怒られるで。いいんだよ、ノコノコの街だから。めっちゃ酔っちゃってるよ。待って、ここ歩くたびにコインもらえるゾーンじゃね？やばくないそれ。うん。結構。コインが全てだからな。このゲームコインが大事ってことに今気づいてよ。なんで今気づいたの？ちょっと遅かった。どのマリパでもコインは大事ですから。確かに。わぁ、ぐるぐる縄跳び。多分これウィリモコン上にやるやつじゃないか。私が回す側でしょ？縄跳びのルールを、あ、ロープを回して、制限時間15秒。あー、なるほど。オッケー。うわー、振るんだ。絵が良かったね。だから緩急がつけられるってことね、チャンピオン。つけないよ。え、つけないの？とりあえず言っとくよ。とりあえず。え、ああ、早くねえか。おい、あいつらもう、俺もだけど。ええー。はい。100回超えるまで出れないから、そこ。地獄の特訓。なんで月相が選ばれてんだろうな。マジで、ね、謎だけどね、ちょっと。あ、なんか使ってますよ。ねえ、それ。え？ルイージボール。だから何？まさかゲストからお金取るんじゃん。プラス 10？ おい、何言ってんだよ。もう最低だよ。どこにホテルあるのか把握するの大事だな、これ。あー、めっちゃショック。ショック受けてますな。だってまたゼロゼロやん。あ、なにこれ。あー、今はいいっす。に。まあいいや、金ね。貯めないと。プラー！よし。おー、右見て左見て。もう一回右。
ちょっとマップ気になりますよね。マップは気になりますよ。全体マップ見れないんだ。あ、見れるよ。私が見なかっただけ。うん。あ、これか、ホテル。この辺にあるね。左になんかでっかいホテルあります。あ、ここにもあるじゃん。うん。あ、そこにもある。上にも。うわー、行ったところで今ゼロなんだよな。でも、こう行った方がいっぱい見れ、え、なんかここにあるけど買えないから。赤に止まっちゃうしね、そんで。あ、そうね、買えないじゃん。ゼロゼロなんだ。まっすぐ行くわ、はいよー。ああ、ぶっちぎりピリだよ。ここめっちゃいいやん。でもな、のこのこの車に乗るってなんかして嫌じゃない？え、嫌だ。なんかな。なんだなんだ。そうね、大体ね。大体でいいのかな。これ難しそうじゃね、なんか。ポケナリを見本と同じように合わせよう。うわぁ、ひねりゲーか。見本と同じように。両手使いたいわ、俺。やばいね。大丈夫？これ館崩れんちゃう？ポケナリ合わせたら。大丈夫か？私どこ？そこね。ん？どこ見本？あ、。あ、逆に回せばよかったー。こっちか。うわ。選んで俺ダメなの？ちょっとずれてた？え、なんで反応してくんない？やばいよー。あー、違う違う、逆逆。早くね、あいつ。あいつって言っちゃった。おー、戻れ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 。全然止めて。私全然できない。センスない、もしかして。なんだろうね。全然できない。やった。この勝利はでかいです。お金がたまりません。お金がたまりません。ゲッソン。お金がたまりません。うわ、かわいそう。何が？だってあ、ないのか。プラスでもらえない。あー、じゃあこれ使おうかな。使わない方がいいんちゃうか。なんでや。食べます。どうなの？あ、見た目は変わらないタイプだ。おー、すごくね。行き過ぎたんじゃないこれ。まさか。やったー！でかいなー、これ。これはでかい。だから、シャンミカの方、行くか。どうしよっかな。てか、ずっと左下に全体マップ出てたんだね。あ、そうだった？今気づいた。ここに21入れよう。なかなか21は超えれないべ、これ。うん、無理だよ。私3コインだもん。やったぜ。これ中途半端に入れたらさ、あ、でも、うん、そうか、50にならないと3にならないのか。でも同じとこに入れるメリットないですよね。そうだね。あ、そうか。ここは大丈夫。入れません。お金もありません。
マジで金大事やからね。うわ、めっちゃ。え？ここスター3つあるよ、なんか。マジで？これちゃんさが言ってたやつ？あ、そうかも。あの車に乗らないと来れないんじゃない？この場所。うわ、三つ星ホテルだよ、すでに。やりよんな。やるな。難しいですな。むずいステージだなっていうか、これ勝てなきゃ何にもならないしな。そうだね。いいゲーム。金を増やさないと、戦略もクソもないから、うん。そうなんだよ。シェイクでプシュシェイクでプシュこれでしょ、どうせ。なるほど。うん、5秒間振り続けよう。オッケー。吹っ飛ばすなよ。いや、でもストラップつけてる。殴っちゃったらごめんね。ガンとか言って。俺の色が一番うまそうやろ、あれ。遅くねえか、マリオ。全身で振ってたな、テレさん。あー、やったー、やったー、やっと金だー。炭酸抜けてんじゃん、その中の。振りましたやばいって、今みたいに。あー、やられたん。やっと火事だよー。何枚コインあります？テレサさん。俺8とか、あ、11か。あ、オッケー。かわいそう、マリオ。10コインで。16入れるよね、絶対。ここに一番ね、かけるべきだもんね。うん、めったに来れないからね。うん、うまいことやるな。ここにでも囚われすぎても良くないでしょ、うん、きっとね。三つ星ホテルにできますから。あ、あそこにたどり着くんだ。よーし、これ何？お、あれ今いたよね。まあいいや、使おう。でも、チャンさんの前に誰もいないけどね。マジで？うん。後ろだった？後ろだよね。ほら。うわぁ、ほんとだー。見つってる。よし、よしよしよし。ここはいいや。どうせ捉えるから。ただ丸くなって移動してるだけやん、これじゃ。その方が早いくらい。早いよ。移動速度が。移動速度が早いくらい。よし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 。その音楽のマーク、コインもらえそうやな、なんか。え、でも使うよ。私もホテルのオーナーになりたい。そういうゲームですからね。お、すごい。お、すごい。え、すごくね？何それ ?BB キャンディー。あ、でももうちょっとコインがあるときにやった方がよかったかな。これ16入れたいんだよな。入れればいいや。そんなに入れる必要ある？ 10 でいいか。11とかでいいから。いや、でも16の方がいいんだよね。そう。だって、マリさんもルイさんもお金あるよね。ないよ、さっき。え？嘘。三つ星ホテルにめっちゃ使ってたから、彼ら。あ、そうなの？うん。やってもうたか、もしかして。だから、ちょっと入れればよかったのに。でもなぁ。あ、12か。微妙なとこだな。うん、何入れた今。16。ああ。ここが1個でもだからあれば、ゲットできたね。おー、めっちゃ回ってきました。何それ？バネ。何それ？バネになったから何なんだろう。バネマリ。あ、飛んでいく先。
白が多いな。ああ、そういうことなんだ。どっちどっち、あ、ルイス。わあ、これはあんまりじゃないですか。なんでお前かよって思ってるよね。お、なんだ。あ、なんだ。あ、何あれ。なんだ。ピーホー？あいつペーパーマリオ RPG に出てきたぞ。テレサのコインを。なんで？あ、まさか。何個奪われんの？俺。うーそー。あ。え、俺のまま？だけど。迷彩ホテルに。めっちゃショックだわ。20コイン？えぐいぞ、これ。やば、20コインって。嘘だろ、あいつ。だってさっきチャンサが、あ、違う、チャンサが20コインで取ったところが、今そうなったから、うん、じゃあ三つ星ホテルにはならないか。やばいやん、これ。もうなんかむずすぎて意味がわからない。何が起こるかわかんないからね。避けてボム兵。あ、これ、あれじゃない？嵐の、あの番組のゲームみたいな感じじゃない？あったっけ？そんなの。そしてくるボム兵から逃げましょう。あ、私たちは落とすんだよね。横持ち。横持ち。移動ボム兵を落とす。オッケー。ないか、こんなゲーム。ない。VS 嵐に。ないね。危なくないか？これ。下手したら大事故だよ。追い詰めろもっと追い詰めろあーやばい、抜けられた、あ、抜け、よし、おいし追い詰めろあー危ないよ、手元で爆発するよ、そんな。私がセンターです。ゲーソなポーズに、いやー、どうしよっかな、マジで。42コインだって、まずいよ。マリオ？うん。あれもう？やばい、私ホテルのオーナーになりたいんだよね。なってるじゃん、1個。あ、なってるか。あ、でも普通に取られるじゃん、そこ。むずー、このステージ。3位ゲッソ。4位はマリオ。42。誰この人。ところでね。ところで誰。なんで急に。ビリだからね。おい、嘘だろ。やばいやん。なんかめっちゃばらまいたぞ。金持ちの道具。うわ、もうここで使えばよかったじゃん、さっきのキャンディーさんをよ。確かに。こんなイベントがあるとはね。そうなめできるぞ、そしたら。うわ、かわいそう。マリオ72ってやば。えぐくない？二つぐらい、三つぐらい下手したら女になれるよ、あれ。どうすっかな、ほんと。嘘。あ、なにこれ。いいやつ？悪いやつ？え？ほら、落ちてしまった君にあげるねー。おー。まあ、嬉しいっす。まあ。反応に困ってる。うん。まあ。よし、アイテムを見よう。はい、これ。ビリキャン。よし！これ、凶悪やん。はい、マリオにしてな、頼むから。頼むからマリオにしてな。これ、ルイージに当たったら。ルイージに当たったらもう最悪だよ、ほんとに。大丈夫なの？ゲストは。私、絶縁体だから大丈夫。絶縁体じゃないやろ、どう。頼む、やめてくれ。あおえぇ。もう、もうひどい。ごめんよ、ルイさん。ごめんよ。ルイさん。マジでごめんよ。ルイさん何もやってないのに。つうか、私に何のメリットもないよ。ここは死守してな。今、ランクイン入ってんの？え、入れます。マジか。ああ、なるほどね。貯蓄してたんだ。まあまあまあ。うわ、3コイン高いわ。じゃあ入れなくてよかったな。
まあいいだろう。いやー、変動がすごいよ。マリオどこに何コイン入れるか。よしよしよし、もうそのまま一ずつ進んでくれれば何も怖くない。よし、一旦しのいだぞ。え、多くない？ 3 ミニゲーム。あ、でも私1側あんまないか。さっきやったけど。俺 1？ 私が1。ああ。うわぁ、俺が避ける側でしょ。ビリビリ？横持ちで。3人追い詰めて、あ、追い詰めよう。オッケーオッケー。そう。うわ、傾けなんですか？うわぁ、いいなぁ、それ。傾けかよ、私。傾け嫌だよね。傾けむずいのよね。もうそんなんできんだ。そうそうそう。え？無理じゃねえこれ。はい。え？むずいむずいむずい。よし、孫ついてるぞ。え、むずいむずい。ちょっと待って。孫ついてる孫ついてる。おっと、うまくいってない様子。あー、バカー。あー、あー、やだ。当たったの今。かすったジャンプしたから。あ、やばい、お化けだからダメなのかな。もしかするぐらい。実体ないからね。中心を狙わない、コアを狙わないとダメだけど。で、3コイン。やばいなぁ、これやばくない？うん。やばいのかな？やばいよねー。ごめんね、ルイさん、さっきは。今さら謝ってるね。本当にすまないと思ってるよ、正直。いいな、ぴったりキャンディ。あ、やば。そこに私のホテルあるわ。10出したい、10。わー、全然ダメだーっ。お、DK。ゴリラマス。ゴリラマスだ。お、え、生かしてんな。あ、運転してもらってたんだ。何これ。何て言ったのよ。テレサの代わりにコインを入れてくれるって。マジで？え？何コイン入れんの？ 50 コインとか。1。おお。え、20も入れてくれんの？どこをそんで。やった、ありがとう。だって20ってことはさ、2つになるよね。めっちゃいいやつやん、こいつ。おい、何してんだよ、ゴリラ。マジで。すげえいいやつだな。何してんだよ、ゴリラ。ゴリラのくせに。いい？ありがとうな。自分ではさすがに運転できないから。びっくりした。クッパマスになってる。怖っ。おい、ゴリラ。これ私の前に誰もいませんね。はい、意味ないのでこっちを使います。よし、コインが稼げる。めっちゃ稼げるやん。あれ、これ何、それがでかいやつかな。あの三つ星ホテルかな。ちょっと待って、見ます。ん、あ、今取ったやつだ、これは。ああ。ってことは20コイン以上入れないとダメなんだから、ダメだ。お、意外とコインないぞ、ちゃんみか。そうだよ。よしよし。まっすぐ進みますね。よし！あ、でもコインこれでいっぱいゲットしてんな。次はそこのホテルに入れよう。マリオ。何も取るなよ。な、ホテルにたどり着くな。バサバサ剣に。いや、俺のだよ。私だよ。あ、マジで？うん。あ、そうだよね。全部入れろ、全部。本当に全部入れろ。え、マジで入れる？ありがとう！あ、こいつアホや。あ、でも53、3になるの？でも3つになる。全部入れるかね、しかし。50にしときよ、せめて。だったらさ、に、2つ星2つの方がさ、4つもらえるやん。まあ、スターを。たどり着けないリスクを、もう考えて。あ、単数が少ないからってこと？うん、なるほどね。
よしよし。まさかそんな突っ込むとは思わんからね。やばい、なんか均衡してるよ。うん。みんな。めっちゃおもろいやん、何げこれ。スター3個。コインゲーでもいいよ。コインゲーでもか、もはや。いつもは嫌だけど。コインゲーなんてあんのかな？何これ。ピカットパネルタッチ。これ多分、早く押すんだ。うわ、ポインター系？カーソル合わせどんどんタッチしよう。うわぁ。光ったとこ押せばいいのね。そうね。A または B で。OK。反応をこれ確かめないとね。ちょっと、こっち寄る？センサー大事でしょ、これ。これ。どこでやってんの、これ。あー、そんな感じ？ウルトラ兄弟が囚われてるやつじゃん。デジモンみたい。あ、全然違う感想だった、ね。いきなり始まるの？私、赤色？これ正解なのかな？合ってんのかな？地味。たまにピピピってなるの何なの？地味だなぁ、このゲーム何？よっしゃー！あー、マジで負けるー！え？電脳世界から戻れたの？待って、一人だけなの？戻してくれや、うん。みんなは電脳世界に閉じ込められますから。じゃあ、三人で仲良くやってるわ。意外とポジティブだね。うん。あ、ほら。大地アグモン。アグモン。アグモン、進化。テントモンはコウタロハン関西弁なんで。関西弁なんで。関西弁なんで。無理だよ。86枚ある。のこのこも皮肉を込めて言ってる感じだよね。アホだな。なんで？無理やって。見込みないって。もう一周待ってくんの？あと50枚頼り必要で、しかも。やめといたよ、って。だったら他のホテル自分のものにした方がいいって言うな、こいつに。ああ、どうも出目が良くないな。ああ、でも次の対決そうだな。キャンディーはいかがですか？いかがですか？これ、何それ？バサバサ？おいー！ 1 から5ね。これいいか。決めた数だけ。いや、俺は買わない。サイコロ系が欲しかったよね。そうなんだよ。やばいなー、何気。誰もいないんだよなー。うい！うわあ！でも、コインはゲットできた。あとちょっとに！え、まだ、炭素あります？まだある。あ、よしよしよし。2ターンぐらいある。あ、じゃあ、たどり着けるな。なになに？あ、そういうことか。いい天気だなぁ、急に。ハラハラ。ああ。え、そんな危ないところでやんのやめよう。怪異じゃないんだから。風に気をつけながら。風が吹いてんの？バランスを。うわ、最悪だ。Wii リモコンならではの。傾けね。え、テレサ、今浮いてなかった？テレサは浮いてます。ずるくね？え、これ、危ないよ。え、前に進んでる俺。進んでる、進んでる。よしよし。ゲストなんか遅くね。あー、テレサー大丈夫か？なんで？すげえな、ルイージとか。ほんとに。中国雑技たい命綱ないですよ。ゲッソーが異様に遅いよね。慎重派だからね。慎重派だから。負けてるけど。落ちと落とすことないやん。な落ちるのは俺だけで十分だよ。ん？ん？うん、そう思う。そんなことはないとは言ってくれないの？うん。もう落ちてたしな。ラスト2ターンか。
ボールになる？もしかして。ん？え、なに？ああ、そういうことね。まさか、泥棒のとこ行くんじゃない？あ、違ったわ。なんでそこなの？泥棒のとこってどこ？さっき奪ってたやつ。ああ。うわ、出目悪。あ、まだここ、空き家だったんだ。うん。そんなに入れる？入れる。もうだってこれでラストターンになる。あ、そうか。次ラストターンだから。つかない可能性あるから。なるほどね。あれ？あれ50超えてないの？今49ってやつだったじゃん。え、1すでに入ってなかった？だって。入ってないよ。え？やべえ。やっちった。計算間違えた、ね。1入ってるって言ってんのかと思った。あ、今だったら1コインで、こうなんなりますよっていうことです、ね。めっちゃもったいないやん、それ。めっちゃもったいない。うわ、マジかよ。よし、来た。奪われるでしょ、そんで、これ。うん。2コイン。あ、俺1しか入れてないの。うわ、もったいねえことしたな。これで20になるよね。誰もつかないだろうからね、そこ。え？水ったの？そもそも水ったの？思い出してってダメだ。操作が難しい。ポンコツすぎる。何やってんの？おい、何やってんだよ。ここでバトル。ああ、いや、使っとけばよかったな、コイン。マジでね。ああ。ああ。もう、テンション激落ちだよ。ミスるから。ああ、ダメだな。ひどかったね、今。今がひどいね。ひどいプリングだった。また当てボウガン。おもろいな、意外とこの。めっちゃおもろいやん。ステージ。ちょっと大事ですから、ここは。次々流れてくる的にボウガンを発射しよう。どうやって発射するの？ところのポイントが入ります。的の中心が。だから、カービィの手裏剣みたいな。的の中心が100点とは限らないのでって書いてあるよ。あ、いろんなとこが。ポインターで、あ。うわ、ポインターかー。だから一瞬で100の場所を見つけて、反射神経。あれ、A じゃないの？ A だよ。なんで振ってんの？いや、これだったらよかったなっていう話。紛らわしいな。これ、ポイント。これ、おのおの別の的？あ、ぽいな。うわ、ごめん、撃てなかったよ。うわ、むず。うわ、銃だ。あー、間違えたー。いや、難しいぞ。あー、間違えたやばい、目が乾く。うわぁ、負けたー。よっしゃー負けたと思ったけど。これでもう、何々だっけ、何の意味もない。うわぁ。あぁ、ため息しか出ないよ。まだチャンスあるべ、でも。あります？ラストターンですよ、これ。あ、よしよしよ、この人じゃもう無理だ。お金がない。そうだね。さあ、大事です。このサイコロ。1になれ。おし、いいんじゃない？おし！無理だろ。でももう俺、貯めてるのがあるよ。4コイン？ほら。あー。もう全部入れりゃいいか。そうね、ラストターンだから。え、大丈夫本当に。まあ、よくわかんないけど、もういいよ、言っちゃう。ゼロじゃない方がよかった？もしかして。いや、もう一個先にホテルがあったらさ。あ、ないんじゃない？え、いけない？たどり着けないんだったら。うん、いけないと思う。ああ、もうぶっちぎりのピリじゃない、私。ちゃんみか、そうね。ホテル今、持ってるホテルないですね。え、めっちゃ貧乏ってこと？とりあえず丸くなっとく？うん。はい、記念にね。ゲッソーが丸くなったとこ見たことないでしょ？ないね。どうなんの？え、ゲッソー、本当にゲッソー
ですよ、これ。ゴロゴロゴロー。あ、残念。だったら、せめその音符のとこが良かったわ。残念だなぁ。ミスってるしなぁ。わーおあ。うわ、具合悪そう。ミスってなかったら、俺がマイナス2かな ?3 に行けたか。ああ、最悪だぁ。あ、なんて。よかったわ私ね。全員からだ。あ、全員からだ。すげぇな、それ。めっちゃもらえるやん。おぉ。うわ。おぉ。まさか大丈夫だよな。32ね、怪しいよ。お大丈夫か？あ、そうだ、ここめっちゃ入れたんだ、俺。あ、さっき、お、入れてくれたね。なんで入れてくれんの？そしたら、三つ星ホテルになるよね。なるね。やっと。いいやつだな。あいついいやつだわ。うん。アホだし。さらアホなだけなんでしょ。アホだし、いいやつだわ、これ。何してんの？何やってんの？メリットないやろ。勝ちましたね、これは。さすがに。なんだよー。何やってんだよ。ゲッソーもだよ、でもそれは。間違えてるからね。戻るとか言って。水っけったね。ああ。テンションだだ下がりじゃん。お空で絵合わせ。だいぶそれ迷惑じゃない？お空でやるの。プロジェクトマッチ。なんか私1なの。1多くね。文化祭で絵柄を見事同じようにしよう。はいはい。ポイントあれカーソル。絵柄決定、絵柄書いて。絵柄決定？どういうこと？なんかあの、ルーレットなんじゃない？あー。え、なんかすげえ。すげえ総一持ってるやん、兵法。お金貯めたんだなあ。やっぱプロジェクトマッピングやん。え、どうやってこれ、スライドするってこと？あ、違うよ、これ。どう考えても違うやんけ。何してんの？違うよね。はい。なんか、リゼロがおかしかったよね。アンミカの方。あ、お題の方のね、お題と同じのやんのね。そうだよ。何でもいいんだと思っちゃった。何でもいいにしてもなんか合ってなかったしね。早い。早っ。なんでよ、ルール理解したら早いよ、そりゃ。4分割だもん、こっち。今、全部。間違えた。いや、遅いなぁ。俺か？あー、今。俺も揃ってるでしょ？登録しないわ。なんでだよ。上担当誰？上担当とかやってたの？意思疎通が。こうなってた。なってたつもり。だ縦に分割してる人もいるから、きっと。ああ。さあ、3分割でっていうのだけ聞こえて、きっと。ああ、なるほど。縦だか横だかわかんないから。まあ、いいんですよ、別に。どうせ僕ビリですから。ああ、ほら、ゲストもう諦めてね、あの手の振り方。はいはい、みたいな。ボーナススター。ミニゲームスター。コインね、私ですね。おぉ。バトルミニゲーム買ったので。すごいやん。でも、どうせビリなんで。ランニングスター、誰？よーいじゃん！ゲストすご。もう、ボーナススター総なめにしてる、これは。ショッピングやってないな。あ、買ってないわ。誰もいないんじゃん。ほら。なんだよー。なんか買えよかったな、じゃあ。まあ、でも買ったべ。だってセンターにいるもん、もう。ふふ。アンミカだってそうやん。え？私は右の方にいたでしょ？イェーイ。いやもう、だってマリさんが一個プレゼントしてるしな、最後。謎に。謎だよね。あれ何だったんだろう。
よっしゃ。あんな子になるよね。ああ、僕、田舎に帰ろうかな、みたいな。海に帰ろうかな、みたいな。やっぱ陸はダメか。いやー、おもろかったね、結構。ね。ありゃりゃしたですね、ありがとうございました。ありがとうございました。